ぬしみたいなやつを買ったんですよ。うわー、なんかうっさえ、おもやで、これもともとだったの個室だったの夏服だろ20万。いや、全部忘れてる。何かっていうと、1個僕らで言うのは、現場がちょっと暇な時にやるとかもできるんですけど、あっ、もう一つはそこには行ってもいいよね、別に家中に。だってどっちみちネットで出るわけでしょ。はい、おはようございます。本日はですね、この動画を知っている人はもう相当レアキャラだと思うけど、うちね。誰が一緒に来た？伊藤じゃない？美穂。で、エロ本があった。そう。で、ただしが、西村さん、会社の中のニノスさんが、このゴミなしみたいなやつを、まあ、買ったんですよ。そう、それでゆっくり時間かけてたけど、幽霊って言っちゃったっけ？幽霊だって言わない。幽霊ですか？多分です。声も入れて、黄色い声も入ったほうが、会社の中で一緒にしてくださいね。これはしてちょっと、でも、その有名人みたいなところを、ちょうどこことかに、うわー、なんか見た。お邪魔します。なんか、くさ。ね、このままで出た。そう。映していいの。すごいね。ね、中学生やんもう。見た映像みたいな。あ、俺も違うな。ちょっと映像でちょっとね、照らし合わせながら。一番上がっとると思うんだよね。と思うよ。1年近く前に。ね。まあまあ普通にまあお金がなくなったもので売るっていう形になって、いやすごかった。だってさ、会社でゴミ捨てたらゴミ代も全部金かかるじゃん。それかかってるから、個人だからゴミの家で捨ててじゃん、これ捨てたらじゃん、これ使ってくださいよ。ゴミ1個捨てるの金かけたら捨てるところ税金払ってるんだよ。税金でしょ。あれだけゴミじゃないんだよ。だから解体もしないと思う。でも結構かかってます。解体と合わせてうまいんだけど、解体も合わせてね、解体も合わせたけど、残金すごかったもんね。残金普段20万もかかるじゃん。ちょっとこれ金のやつ。全部忘れる。で、まあぶっちゃけいくらだから。ピーだこれだ。はい。全部あたり中華にもかかるともっとかかるけど、ああそうかそうかそうか、購入したときに中華中に置いとけよ。携帯マナーモードし忘れてたね、しようとして。あ、そういうことか。で、まあ、中華でも毎年、その、ね、その、諸経費がかかるので、まあ、結構かかるお金が自体は。いや、俺なんかさ、まあ、綺麗になってるけど、そっちは気になるんだけど、ユニフォームして、いくらかけとかね。いやーね、これ指でやって指でじゃん。このが、このぐらい。出とるんだよ。これぐらいだな。その、本当に。そこまでできる。俺ね。いや、経験からね、俺らは結局。ああ、そうだ。130のところに1割、1割、2割とか乗り込んで。いやいやいや、これ YouTube でやるだけで、サボりようとするじゃん、それでお客さん、お客さんみたいに出るから。管理が、管理がある。利益じゃない。そうそう。実際、ガソリン代とか、営業の見積もり作る費用とか。単純に言うと、仕入れるのもずっとこれでね。結局、何回足を取るか、すごい。ガソリン代もすごいし。そこはまあ。あらだ、そこ入ってないぐらいだもんね。そこがまあ1割がいいかなっていう感じかな。1割がいいわ。これ全部やり直したんだけど、いや全部買い取るわけすごいな。これもう逆にこもううちのやつもどうだろうって。そう、あの事務所の病院した800万なんて言ったらもう到着できない。しかもこいつ終わってから見積もり出してくるんだぞ。家が汚かったよ。もう新品、新品、全部新品。あ、そういうこと。キッチンとかキッチンとお風呂とトイレとか全部新品だったんだけど、ちなみにガスの方がやっぱいいの、人気は。IH が人気ね、3割ぐらいかなっていうか、IH やりたい人けど結局ガスの方が多いんじゃないかなっていう、軽く言われたらまだその浸透はしてないかなっていう。でも全然 IH の方が多いんでね。これいくらもかないや、お手頃だろこれ。何これ、これパンと見て、何これ、何これ、これ何、これチート、何これ、パントリー物持ちで作った。めちゃくちゃいいじゃん、これいいね。ここがもともと和室の栄えここなんだよね。ここが和室の押し入れだったけど、ぶっ潰してここ間仕切り作って。ああ、すごい。キッチンのこの壁が全部新しくできとるんだ。ああ、奥さんとかパントリーとか欲しい食材庫みたいな、それを作って。あ、食材を置いたりとか、荷物を置きだと置いといたりとか、トイレのトイレットペーパーとかね。そうそうそう、あれもやっぱしょとるんだよな。キッチンからめちゃくちゃいいじゃん。うん、やるうまくいってたなって思ったけど。あと何部屋あるの？あと2部屋ある。めちゃくちゃいいね。予定ではね、予定ではそれで安いですよ。中華業者頼んで出すの？一応もう契約の知り合いのあれがあるもんで、一応仲介には頼むことになるんだけど、別に例えば欲しい人とかそういうの分からんけど、興味があるんだったら別に。家には行ってもいいよね、別に家中で。だってどっちもネットで出るわけでしょ。まだ今それはまだね。まあざくっと400、500、300から500ぐらい。これもぶっちぎりや利用がね。まあじゃあ300あるってことは300が原価だね。そう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 。ってことは500だと200、まあ7あるね。そうそうそう。営業経費は実際ねかかって、その立ち上げてないの。そうそうそう。立ち上げるから全部金かかるからね。そう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 。そうですね。これシートなんですよ。まだシート。あ、自分のシートない。あ、これシート。本当だね。おお、すごいなこれ。すごい。ああ、だってもう本当にさ、もうそういう部分がないからね。汚い部分が一個もないもんね。これこんな腰が入るのこれ。そうだね、全部ちょっともともとこいつがね、この視聴者がさ、本当に面白い。大黒屋ってこういうところを貼るとね、ネットに1枚も貼る。はい。もともとは見てるから球体になるんだよ。だけど1枚も貼るって逃げが出るじゃん。逃げが出るんだ。いてるから。はい。最初作る面っていう感じだけど、そういうのどうやってやる？熱当てで伸ばす。熱当てで伸ばすんだよ。すごい。そうそうそう。それが元々プロですよ。職人だから。それはこれ自分でた。これはじゃあこれは職人です。これ持ち上げてるね。そうです。なんででも自分でやったらだってこうなんだ。いやだけど時間かかってできない。じゃあちょっとお風呂作ってみよう。ああ、そうだな。これはすごいわ。これは何で言うの？全部入ってただけだけど。めちゃくちゃ。これも全部入る。すごい姿についてる。じゃあでもなんかもともとこう綺麗だった。もともとなんか綺麗だったの使えるので、こう壊してやるよりもシートあった方がいいかなって感じ。全然汚いことない。あら見つからんもん。もう全部張り物しよう。結構高級感あるやん。お風呂まで取ってったら案件の金取るよ。はい。じゃあもらいましょう。さすがに取らないなお風呂まで。これもまあもうすぐかなっていう。あ、これオレンジと同じカラーだな。これも黒白だぞ。うん。高いんですよ。横でやってる。まあいいやもんな。案件人材としていいんだけど。だけど、これで実際にどれぐらいのか。いや、勉強中だ。まあ一応勉強中だ。それは計算はしとるけど、だって1年ぐらいかかったわけでしょ。いや、かかったっつっても一応トイレもはい。これだって先行で寝かせる費用もいるじゃん。毎月管理もそういうことでしょ。で、まあ銀行金利もあるわけじゃん。で、そこなんか計算はしとるから1400万って900万。あ、こんやろうビジネス。そうしたいわ。そうなりゃいいってならない。そんな厳しいんだ。今やサウナもおらんのかな。おらんと思う。リスクが大きいね。考えたら中華やから。まあ話してやってて、俺ちょっと不動産のちょっとなったんですけど、はい、もうちょっと一棟買いは結構しちゃったアパートとかアパートちょっと買った時で、何かっていうと一個僕らで言うのは、現場がちょっと暇な時にやるとかもできるもん、職人がのそれそうかそうか、じゃあここ入っとってっていうのができるもんで、ちょっと空いたねってそう言ってくれる、それができるもんで。それも結局得ってやってたんですけど、その辺は別にお金ではなくて、やっぱみんな礼儀ができるもんで、まあ金だけ以上に勉強になることがあるし、やっぱり日本会社ってこうなの、やっぱり日本のことただしこうやって営業系社長がおって、そこに大工とか電気屋とか、まあ法上中みたいじゃないけどくっついとるのでチームになってるわけだよね、親方軍団が。だからあんまりあったりなかったりもそうですので、まあ、できるだけ本当に入れていくって感じなので、例えばパッとあそこに絶対出てくるので、その時に入ってもらえることができればできるので、そしたらそういうのがいいかなっていう。あ、これいいね、こういうのもあるんですかね。もっと絶対なんかめちゃめちゃそんなことに揺れとる人みたいな。カシッとはすごいね。だからこれ大変だな。そういうリフォームとかでも、まあ多分入会道場とかやっとると思うし、リフォームとかやっとる。楽しい。結構つけてるね。でぜひね、リフォームあったら、うちは楽しく頼んだけど、プロだから本当にこの間取り変な。いや、俺、本当に思うのは、プロってさ、俺はもちろんプロじゃん。お客さんって言うことって、こうこうこうしたいんだけど、いや、それやめたほうがいい、そうそう、こうしたほうがいいとかあるじゃん。本当にプロってそこだと思う。話し合い、そうそう、言われたことを、じゃあ、キッチンこれつけます。いや、じゃあ、わかりました、じゃなくて、いや、家族構成こうだったら、こっちもいいんじゃないですか。これ、ちょっと追加したら、こっちですよ。ちょっと値段下げても、これですよ、とかあるじゃん。プロの提案すごい。ここも言うなら、その結局不動産屋さんっていうのは地域的に言うと、別に間取り変えていいんだけど、結局今の流行りとしてその奥さんとかあんまり欲しいので、俺らはこうしたいのでこうしてるっていう形になるので、それも打ち合わせでやりたいし、不動産屋に行ったら平均に戻って、まあ外の間取りだったらこっちがいいよって言ってるけど、自分はこっちはそうかっこいい感じに使い出してもいいし、だってないんだったらそっちでやってみようよってことで。すごいプロの意見です。これで1年ぐらいで売れたんだけど、来年取りに来たら俺が買ったらまた間取り変更する。俺が叩き売る。まあちょっと一回その前回も兼ねてたんで、いや俺これはいいんだ。これいいでしょ。マジでいいでしょ。パートリーっていうのは。それこそ子供をさ悪いことしたら外出なさいじゃん。今危ないでしょ。そうそう。ここ入ってなさい。パートリー入ってなさいって。これは多分は喜ぶかなと思います。これは喜ぶ。これは喜ぶ。間違いないです。一応まあここも扉こっちを作ったね、ここだけは。あ、扉がね。作って。あ、そうか。ここが壁だった。ああ。で一応まあここはこっち境を作ってこっち。なるほどね。ここに匠の気持ちが入ってます。匠っていうかまあいろいろこの。めちゃくちゃ嬉しそうじゃん、匠って言ったら。やっぱでもこだわっとるね。はい。それプロじゃん。だから仕事して付き合いじゃん。それは塗装のプロだからやっぱ負けたくないし、褒められると嬉しい。バカみたいな。嬉しい。そういうことだろ。確かに。そうじゃん。だってうちの商品めちゃくちゃいいよってじゃないと商売やれんじゃん。それは金儲けだけでやるんだから続かんじゃん。でこれはまあ本当にまあ後で例えばお客さんにこれ足りないですって帳簿とかつけるでしょ。俺も流せんタイプだからさ。いや、音が聞こえるんだから、あーってなったもんね。これ絶対お腹だったから、うんこちびたから。俺、ほっとけるのがごめん。俺、もうそれを聞いてるじゃん。ちょっとね、今日はたまたまで、ね、あれですけど、まあ、本当にちょっとこれ、住所は、あんまり細かく言えんけど、出向の網走とか、めちゃくちゃいいとか。はい。網走ですね。網走めちゃくちゃいいよね。で、それはまた、クラスでお前だったら、そうそう、多分僕ら仲介出しちゃうんで、もし興味があるんだったら別にうちに連絡してくれたら、そうそう経営で、まあ直接の契約はちょっと今は不動産の仲介業者に回すので、不動産の免許持っとるから売れるけど、今回はそこで教えてもらえるでしょ。いや、俺さ、こういうマンションって資産だから、家賃だけで考えるからだけどさ、本当、一般の人ってそういう感じで、だってペラリと同じやん。特に今、マンションが目立つから、資産だから。なるほど。ここは買えないよ。あ、よく、それでいいけど。ここはそれでいい。買えるでしょ。買えるんだよ。逆にいいかもしれない、うちの社員。いや、いいよ、買える。こんな広い部屋一人やったらきついしね。一人もんなんでね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃでしょ。何万でしょ。何万でしょ。値段は大丈夫。浜市執行主編。はい。でも本当どれぐらい？うちの話にな。多分普通に買いたい人おると思います。いや、多分その自信は今ので、多分中華行ったら多分早いと思う。ここに向けて言うなら絶対新築一応これもう値段下がらんから、もう値段下がりきたのでどっから止まっちゃうので、結局金がその今例えばこれぐらいのあれだって言うんだけど、結局リフォーム代かかってるので、多分自分らだったらもう高くなると思うんだけど、そうだね、自分でここはいや手配するって言ったらちょっと高くなるからね。はい、ちょっと今日ちょっと勉強動画みたいになりましたけど、まあニノさん最近でも YouTube を見てニノさんに頼みたいんだけどっていうのよく来るんで、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。いいね、仕事ね。いやいや、ほんでもめちゃくちゃ評判いい。はい。で、もうお茶とかも全部直接やってもらうから、ぜひ塗装以外、ちょっとね、本当にね、ちょっと仕事を見せるでしょ。ちょっと塗装案件、ね、法人もやってますから、足場だけでもやってます。外気塗装も全部パンもやってます。ぜひ。こんないいとそれに仕事なんで、こんないい日本さんにやらないで、お願いします。あ、あとこれ動画で言うの、ちょっとまあやばいな、これ金払っとるな電気。電気の工事の金を払ってもらっとる。高速走ってたらどっちからも上がる。こっちから大春？違う違う。今近の辺の小金の手前ですわ。はい。看板とあれこれ金出しとる。看板。半分。で電気もつけてそれで電気も買い出してます。はい、1年半ぐらい経ってまだ電気やれよ見た人もおると思うけど、だから夜はついてない仕事の帰りもみんな職人が見えないから一番大事なことで、昼間は分からんけど夜は早いから音の事故したら夜が晴れるからまさかのハモリーやうまいっすね。はい、ありがとうございます。せーの、また見てー、声出せー。チャンネル登録お願いします。